ピンチがチャンス、ジュエジェチャンネルです。大変なことが起こっておりますね。安倍さんが暗丸された時と全く同じような状況が隣の中国で起こっておりますね。中国で李克強首相がお亡くなりになりました。この事件について、事故ではなく事件について皆さん方に動画をお届けしたいなというふうに思います。もちろんですね、これは JJ チャンネル、JJ のですね、斜め45度の考察が入った、解説というかお届けになるので、鵜呑みにしないでくださいね。あくまでも僕はこう思いますよという話をさせていただきます。新聞報道ではですね、李克強首相が10月の27日にお亡くなりになりましたよと、68歳でしたよと、葬儀も行われましたよというね、心臓発作でしたよというね、これしか発表されておりません。この中でですね、なぜ僕がこれは安倍さんの事件と似ているのではないかっていうふうにですね、考察をしております。これなぜかというところをですね、お話ししたいと思います。まずですね、この李克強さんっていうのは68歳、今年3月に完全に政界からは引退をしていました。引退をしている中、プールで泳いでいる時に心臓発作を起こして、そして病院に運ばれてお亡くなりになっていたという情報が入ってきているんですね。で、この背景の中にですね、背景の中というか、この李克強さんは中国でどのような存在であったかというとですね、非常に経済の低迷に苦しんでいた民衆の中では、復活してくれと、おいおい、なんで68歳そんな若いのにやめんねんと、復活してくれっていう声が非常に高かったんですよ。そして今のですね、この習近平国家主席といわゆる半目だったということもあるんですよ。これ過去、どのように半目であったかというね、ところもお話ししますけれども、こんなことも言ってるんですね。月収宣言、宣言っていうと今で言うと日本円で2万円ですね。月収宣言が6億人いる中国の変わらぬ貧困の現実っていうものをバシーッとこの李克強は指摘したりしながらしてですね、この習近平の顔を潰している発言、こういったこともしていました。こういう中でね、民衆には非常に、人気があったんですよ。で、今何を言われてるかというと、SNS 等でですね、こういうことが起こるんじゃないかっていうのを中国本土で言われていることですね。現在の政権に不満があるので、ひょっとしたら第二の天安門事件に発展するんじゃないかっていうね、懸念もあるんですよ。それでね、この辺ちょっとなぜかっていうところも話しますけれども、これはお隣中国の話、ぜひ皆さん知っておいてください。ただし僕の後半はかなり主観が入ったお話になるので、そういう風に考えている赤マスクもいてるよという一つの情報として皆さん持っておいてほしいんですね。これはあくまでも僕想像で、最後の方はお話ね、安倍さんの事件と似ているっていうのを斜め45度でお話をさせてもらいますね。そしてもう一つ皆さん方に情報を提供しておきます。68歳でお亡くなりになる方ってもちろんたくさんいらっしゃいます。僕もですね、68歳もう手がかかります。そんな年にいてますよね。でもですね、中国でトップに上り詰める偉い人たち、特に共産党軍関係の偉い人たちはみんな長生きするんですよ。なんで長生きするか、90以上でもピンピンしてるかというとですね、これも証拠を僕は絶対掴んでるわけじゃないですけれども、僕ら、これブラックジャーナリストみたいなもんですよ、JJ なんていうのはね。いや、僕らが知っている中で、世界で行われている臓器売買の中心的な国はですね、これは中丸なんですよ。そして偉い人たちは自分の腎臓や肝臓、心臓などをですね、めちゃ若々しい臓器に入れ替える。これは当たり前のように行われています。なのでですね、この李克強さんもですね、
そのようなことをやっていてもおかしくない存在ではあったんですね。これちょっと頭に入れてください。臓器売買のメッカですからね、あの国はね。なのにこの68歳で、なんでこんな急に、しかもあの人水泳めちゃくちゃ得意なんですよ。ね、こういうことで発見の状況であったり、またですね、これね、身内の方から、身内って誰かっていうと、奥様方からの情報も実は流れ出てるんですよ。ね、それをちょっと皆さん方にお届けしたいなと思います。で、状況ですけれども、26日にね、このホテルにね、宿泊が開始されて翌日のことなんですけれども、これ上海ですわね。で、一人で、ね、李克強さん警備もなく、一人でプールで朝の10時頃泳いでたらしいです、一人で。もう、これどうなんかな、警備ないっていうのは3月に引退したからかな、ちょっとこの辺よくわかんないです。警備はいなかったんですよ。そしてプールでこうやって泳いでたんですって。で、300メーターぐらい泳いだ時に、ゴボゴボとこんなになり始めたらしいですわ。で、これをホテルの上から見ていた警備員が、あれ李克強おかしいな、いうことで、ダーッと駆けつけて、プールから引き上げて、そのまま病院に行って、実は水を飲んで溺れて亡くなっていたということらしいんですよ。ね、いわゆる溺れたという状況がここではあるということなんですね。それでですね、この遺体を病院まで運んだんですけれども、奥さん自体の証言ですけれども、信じられないと。あんなに元気で、ね、活発で、歩き方を見てくださいと、うちの旦那の。そんな心臓発作とか病気を持っている人間ではないですよと。ね、そんな風に見えますかと。ね、そして300メーターぐらい、朝こんな足プール300メーターぐらい泳ぐのは全然へっちゃらな人やけれども、なんで溺れたのかわからないし、私涙も出ないわと、信じられないわっていう奥さんの証言があるんですよ。そしてですね、後にテレビで発表されましたね。もともと心臓が悪かったから、ね、李克強さんは心臓移植をしていると。臓器移植、ね、肝臓も移植してるなんていう報道が出てますけれども、奥さん完全否定されてますね。うちの旦那は心臓も肝臓も移植したことはない。超元気、健康そのものだったという発言を奥さんはされてるけど、なんでこのような、内臓が悪かったという情報が出てるのかっていうことはわからないということなんですよ。で、これはですね、こういうことが考えられる。こういう発言をですね、奥さんがということではなくて、身内の方から、漏れた情報なんですけれども、朝ごはんの時にプールに泳ぐのが日課だからね。こういうホテルに行ったらプールで泳ぐのが日課だったらしいですわ。なので朝ごはんの時に毒を盛られたから心臓発作が起こったんじゃないかっていう発言も出てるんですよ。ありますよね。このように飲んですぐに、いわゆるこういったアンマルで使われる薬っていうのは、飲んですぐに結果が出たらすぐにバレてしまうので、飲んでから1時間後とか飲んでから何分後に体に症状が出るというこの毒薬っていうのは、アンマルでよく使われるんですよね。その薬を盛られたんやないかっていう話なんですよね。これはあくまでも話が出てるということで聞いてくださいね。事実ではないですよ。情報が出てるということですよ。そしてですね、奥さんがこのようにおっしゃってます。旦那が亡くなって私と娘はどのように生きていけばいいんだということで悩んでいると。娘は英語が好きで英語を大学でずっと悩んでいたんですけれども、今の中国はアメリカと反米ですよね。で、中国の政策ご存知ですよね。英語教室の学校は全部閉められましたよね。そんな国の中国ですから、私たち娘も仕事がないやろうということで、非常にですね、将来私たちはどういうふうに生活していったらいいのということで悩んでます。で、皆さんはね、そんなもん、首相やろと、ね、金あるやろというふうに思われがちですけれども、李克強は世界で一番貧乏な首相だっていうふうにも言われてるんですよ。彼のベルトも昔していたもの、着ている服もボロボロのものを着ています。これネットにたくさん写真が出てるらしいですけれども、僕はその写真をですね、入手していないので、ちょっと皆さん方に、お届けすることはできないんですけれども、とにかくお金がないんですよ、私たちはということなんですね。そしてもう一つ重要なことです。このような首相ですよ。
首相がお亡くなりになったら安倍さんの時とよく似てるんですよ。解剖しますよね。安倍さんなんかちゃちゃっと解剖して6時間で終わってちょっと遺体を東京に送ってピュッと燃え去りましたよね。同じようなこと以下です。この李克強さんの司法解剖してくれって奥さんが言ったらしいんですけれども、ブッブーだとね、これはですね、国のために司法解剖はしないというわけのわからない返事のまんま、司法解剖のないまんま燃やされてしまったということになるんです。これも非常にちょっとおかしなことですよね。司法解剖しますよね、普通はね。で、この李克強さんは実は中国、今習近平全然人気ないんですよ。李克強、先ほど言ったように復活してくれという声もあって人気が非常にあった。つまり習さんより李さんの方が人気があったんですよ。この背景があるということを、ちょっとこっから考察が少し入ってきますけれども、皆さん頭に入れてください。そして先ほど天安門事件の話をしましたけれども、過去の1989年です。今から24年前に起こりました天安門事件の予感がするなんていうことをネットで言われているのはですね、非常にその時の、学生運動が起こった民間が中国でね、これ珍しいですよね、天安門事件みたいなものが起こるっていうのがね、非常にこの李克強さんの死に対して今すごく局面が似ているということなんです。これどういうことかというとですね、この李克強さんのお亡くなりになったことに対して、政府が、現政府、習近平政府がどのような対応をするのか、どのような報道をしていくのかということが、ちょっとでも間違った表現をすると、これは天安門事件のようにつながるでっていうふうに言われてるんですよ。これはどういうことかというと、当時1989年はですね、李克強と同じようにお亡くなりになった胡耀邦という人がいてるんですよ。この胡耀邦、ごめんなさい、胡耀邦という人が亡くなった時にですね、どういうふうに言われたかというと、鄧小平という人と胡耀邦というのが戦ってて、その時にこの対立派の胡耀邦という方がお亡くなりになったんですよ。そして民主化運動が起ころうとしている時に胡耀邦が亡くなったもんやから、天安門事件で大暴動が起こったんですけれども、これを武力で鎮圧したのが、いわゆる鄧小平だったんですよ。ね、これが天安門事件です。だから今の構図に置き換えると、この胡耀邦が、いわゆるこの、今の李克強ですよ、お亡くなりになったね。そして鄧小平が習近平という、この構図がものすごく似ているので、この1989年の天安門事件のようにならないようにね、習さんたちは気をつけて報道せなあかんのやないかということが言われているということなんですね。そしてですね、このいわゆるこの死はですね、何とつながってるかというと、同時期に同じ事件とつながってるんですよ。なんと習近平体制の要であった外務大臣が消えていなくなったり、国防省が消えていなくなったりしている最中に、なんとこの対立ね、68歳の李克強がまあお亡くなりになってしまったというですね、なんでこんなに重なるのということで、ますます僕はですよ、これ個人的にですよ、疑ってるんですよ、習さんを、ということになってくるんですよね。で、もう一つですね、これなんでこんなことすんのとね、もちろん司法解剖しなかったこともありますけれども、もう一つね、これ安倍さんの時とやっぱり似てるんですよ。安倍さんの慰霊碑も現地に立ってないですよね。同じようにですね、この李克強のふるさとっていうのは安徽省というところがふるさとなんですけれども、ふるさとには山のように人気がありましたから、山のように喧嘩花の山があったんですけれども、これあっという間に撤去されて今平地になってるんですよ。このようにみんなに惜しまれている風景を SNS 等に投稿されたり残されているということが、困るのは一体誰なんだということですよね。なんで撤去したんやということですよね。こういうことはなくなってるということなんですよね。つまりですね、この事件そのものはですね、僕はいわゆる政治的な背景の中で邪魔者がいない方がいいという考え方があるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。で、このちょっと前のこのいわゆるこの、胡錦涛さんっていうのが昔中国にいたんですね。ご存知ですね。胡錦涛さんっていうのはですね、実は李克強を応援してました。胡錦涛は
え、前のね、胡錦涛は李克強を応援してました。ところがですね、周さんを応援してたのは江沢民なんですよ。つまり江沢民が応援する周さんと胡錦涛が応援する李克強と、この二つが過去戦っていた。昔からやっぱりこの二人相性悪かったんですよ。戦ってたんですよ。そしてこの戦いに胡錦涛が押す李克強は敗れ、江沢民の押す周さんが書記長になったという流れがあります。その中でずっと来てたんですけれども、だから貧乏だったんですよ。これ負けたからね、首相とはいえですね。そして今回の事件でしょ。で、こういったことも含めると間違いなく僕はこれあんまるやないかなというふうに思います。ね、先ほど言ったように健康だった人が急にプールでおいおい心臓発作で亡くなるかと。そしたら、この人が亡くなって誰が一番得すんねんって考えんのが、この赤マスクですから、僕の言いたいことわかりますよね。何が言いたいか。これ全部言ってしまうと、昔みたいに全部言ってしまうと、完全に BAN ということで、私はこの業界から消されてしまいますので、上手に話したつもりやけど理解していただけましたか？そして、この事件ですね、あまり熱く報道されないのはなぜでしょうかということですよね。はい、あ、上手に話したつもりやけど、なんとか限定つかないでくださいと望みながらこの動画を上げておりますということです。はい、皆さん、そこのあなた、そこのグッドボタンプチ、ね、評価ボタンプチ、あ、チャンネル登録プチということでよろしくお願いいたします。以上、JJチャンネルでした。